まもなく踏切です。はいはい、おはようございます。2022年6月24日時刻は9時4分、気温は29度。29度ですよ。暑いですね。出勤です。今日の岡崎は曇りですね。シリさんに聞いてみますかね。今日の天気は現在曇っていて気温は27度です。今後は午後からおおむね曇りになりそうです。今日の最高気温は29度、最低気温は25度でしょう。ということで今日もね、暑くなりそうですね。なんかこうカラッとした暑さではなく、梅雨独特のちょっとジメッとしたね、暑さになりそうですね。沖縄と奄美はもう梅雨明けしたみたいですね。さっきちょっと気象庁のホームページ見てみましたけど、6月20日頃だったかな、もうすでに、梅雨明けをしたみたいで、昨年は7月3日ぐらい、7月に入ってからですね。ですからなんか2週間ぐらい早いのかな、沖縄と奄美はね。で、東海地方はまだ梅雨明けはしてないようで、例年でいくと7月の17日とか18日あたりみたいですから、まあ例年でいくとまだまだね、梅雨明けはしないみたいですが、週間天気予報とか見るともう雨降らないみたいな勢いのね、天気が続くみたいですから、なんかもう実質梅雨明けてるような感じですね。ただ今日はまあちょっと曇ってますから、なんか今にも雨が降りそうな天気ではありますよね。週末はなんか東京の関東の方では35度とかなるみたいですからね。熱中症等々には十分ね、気をつけてしっかり水分をとって暮らしたいなとは思いますけれども、昨日はですね、髪を切ってきまして、まあ、随分さっぱりしてきました。いつもね、同級生の女の子のパーマ屋さん、パーマ屋さんって言わないように、なんかおばあちゃんみたいだったね。美容室？美容院もなんか古い感じがする？ん？今なんて言うの？美容室？ヘアサロン？なんて言うのかな？美容室でいいのかな？に行ってきまして、すっきりしてきましたね。まあ、なるべく、まあ夏も近いことですし、短めにしてね、涼しくしたいなと思うんですけれども、できれば1ヶ月に1回ね、行ってさっぱりしたいなと常々思っておりますが、なんだかんだと結局昨日行ったのも1ヶ月半ぶりだったかな。下手するとね、過去には2ヶ月行ってなかったっていうこともありますけれどもね、なるべくこう普段からすっきりしてね、整えた状態にしていたいなと思った朝でした。てなことで最後までお聞きいただきましてありがとうございました。皆様にとって良い一日となりますように、そして世界の平和が早く訪れ、噛んだね。世界の平和が早く訪れますように。それでは今日も一日張り切っていきましょう。